平成も残るところあと数時間になってしまいました。今日は僕が平成の中で人生の中で一番お世話になったあの人と最後に動画を撮りたいと思います。少し涙っぽくなってしまうところもありますが、許してください。それでは行きます。なあ唐揚げ、平成っていろいろあったよな。俺が生まれて21年、とうとう平成も終わるらしい。俺が病気の時、女の子に振られた時、学校の成績が悪かった時、高校受験失敗した時、お前はいつも変わらず俺のそばにいてくれたよな。こうやって面と向かって知って、面と向かって喋るの初めてだな。でも平成最後にお前に礼を言いたくてさ。令和になってもよろしくな。お前と話しにしてきた。たくさん体が出てるって、いつもお前がいた。どこでも手に入る、どこでも手に入る、そのお前の名前の通ったお前のその唐揚げっていう力。いつも脱帽だぜ。分かってる、分かってる。お別れじゃねえよ。またこっから。また令和からもよろしくな。感謝を込めて。バイ、俺。ありがとう唐揚げ、ありがとう平成、令和でもよろしくな。バイバイ。